こんにちは、吉谷さん。さすがですね。金麦研究所、こんなのでメンバーシップが起きるなんてね。これやっぱりね、吉谷さんの発信なら何でも見たいっていうね、こうファン心理そのものですよね。タレントさんに対する思いといいますか、芸能人に対する思いと何ら変わることがないと。逆にですね、芸能人のことは興味ないけど吉谷さんには興味があるみたいな、そんな気持ちの表れじゃないですかね。いや本当に、素晴らしい発信をしてきた結果じゃないですかね。まあ、素晴らしい発信っていうのは万人に受ける発信じゃないと思うんですよ。きっと数人の方にたまらなく好きな発信なんでしょうね。気が合うんですよね、きっと。そういう意味でも、いやー羨ましいな。私もね、どちらかというと商品とか価値が先行するような考え方を持っていますんで、これはねちょっとこう学ぶべきものが多いなと思いました。私も当然ですけどメンバーシップいつでもできるんですけども、未だにやってないっていう現実があるんですよね。私もね、メンバーシップはそのいくつか考えてるんですよ、テーマ。やっぱ年の差婚、40代50代に送る年の差婚っていうテーマでやっていこうかなと思ったり、YouTube にできない極秘情報みたいなね、そんなんいこうかなと思うんですけど、これいいですかね、 YouTube にできない極秘情報みたいなね。いやメンバーシップやるもんだなと思いましたね、やっぱりね。確かにメンバーシップこれからどうなのか分かんないですけども、 YouTube の規約変更ってコロ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 変わりますからね。いいなと思いますね。あとね、私 YouTube の広告ってのはやっぱ出してみたいなと思ってるんですよ。この辺をちょっと近々練り込もうかなと思ってます。 YouTube の広告でもっともっと露出を増やしていってね。それからもう一つ考えてるのは、今 NHK っていうね政党があります。 NHK から自国民を守ると、まあ自民党っていうところなんですけど、立花孝志さんの衆議院議員、こちらの、公認を受けての立候補、これね私やってみようかと思うんですよ。300万でいいわけですからね。300万で衆議院議員に立候補できて、そこで喋る機会があるわけですよ。喋りはいけるし、金はあるし、あっち行ってくれこっち行ってくれ時間はあるし、できるなと思うんでね、ちょっとコンタクト取ってみようかなと思いますね。ということで衆議院議員久保哲郎隠居議員の誕生かもしれませんね。まあ今ね、そういうふうなことを思ってしまいましたけどもね、だから面白いですね、やっぱりね。いろいろ考えてますね、すごい。そして考えてる以上に行動してますよ、ね、動画をご覧の皆さんも吉谷さんのこの行動力ってのはね、本当に学ぶべきものがありますよね。素晴らしいと思います。もうね、まあ悪い意味ではないんですけども、プライドを捨てて何もかも取り組むって姿勢がいいですよね。いやいや、そこまでやりたくねえよみたいなことじゃなくて、常にビジネスに前向きで真摯だなと思います。今回なんか吉谷さんを持ち上げるなんか動画になっちゃって悔しいな。でも素直な気持ちです。ありがとうございます。いってらっしゃい。